皆様新年明けましておめでとうございます新型コロナウイルスの感染が続く中で新しい年が幕開けしましたまずは年末年始返上でこの困難な状況の最前線に身を置かれておられる医療従事者介護従事者をはじめ 日常生活を行う上で不可欠な業務に従事していただいているすべてのエッセンシャルワーカーの皆様に心から感謝申し上げます今年は感染拡大を抑えこの苦境を打開し未来を切り開く大事な一年にしていきたいと思いますそのために公明党はコロナ禍で大きな打撃を受けた国民生活経済を 一刻も早く取り戻すために感染拡大を抑え込みながら社会・経済活動を回復基調に乗せていく道筋を示しこれからの成長軌道を描きながら着実に具体化できるよう全力を尽くしてまいります通常国会で政府与党で協力しできるだけ速やかに第三次補正予算・本予算を成立させ 執行できるようにしてまいりますまた新型コロナ特措法についても必要な法改正は国民のご理解をいただきながら実現させてまいります日本にとって当面の目標は今夏の東京五輪パラリンピックです新型コロナ克服に向けた象徴として世界の人々とともにさらなる一歩を踏み出せる大会となるよう 対策に万全を期してまいります今年は衆院選のほか東京都議選などの統一外地方選挙が相次ぎ日本の未来に直結する重要な政治決戦の年でもありますこの未曾有の危機の中にあっても大衆とともにの立党精神を燃やしながら一人の声に寄り添う公明党は 地域でで庶民を守るる柱の存在であると確信しています公明党がいるから国民の声庶民の声が政治に届くその使命を果たし抜くために全ての選挙に勝利していく決意です必ずや新型コロナウイルスの脅威を乗り越え国民の皆様が一日も早く安心の暮らしを取り戻せるよう 公明党は全力で戦ってまいります。